さに、ね、マドンナですよね、はい、スポニチグランプリ新人賞受賞お一人目は瀬戸内海に出演された中条あやみ様です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、喜びの声を頂戴したいんですが、会場にはですね、瀬戸内海の大森達史監督もお祝いに駆けつけてくださいました。監督どうぞステージの方にお上がりくださいませ。監督もインパクトある衣装ですね。はい、じゃあまずはですね、あやみちゃんからお願いします。皆さんはじめまして、中条あやみです。まずこの場をお借りして言わせていただきたいことがあって、今月20歳になったんですけど、お父さんとお母さんにありがとうっていう気持ちをこの場をお借りして言わせていただきたいなと思いました。そうですね、この瀬戸内海は実は私の大好きな地元大阪で撮影があったんですけど、そんな大好きな大阪でこう実家から毎朝撮影現場まで通っていて、すごくキャストの方々ご一緒させていただいた大森監督、そして池松さん、須田さん、スタッフの皆さん、本当に皆様のおかげでここに立たせていただいていると思います。こんな、素敵な新人賞、初めての演技での賞をこの大好きな愛着のある瀬戸内海で撮らせていただいてすごく光栄に思います。これからもどんどんどんな映画もこう愛着を持って、一つ一つ丁寧に演じていけるように、日々感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。いやー、素晴らしいですね。あ、じゃあ監督と間にね、じゃあ中条あやみちゃんここに立ってください。じゃあ監督そちらの方にじゃあ行っていただいてですね、ああマイクは持っているからね、あ、まあそっか、じゃあマイク持っていただいた方がいいですね、はい、いやちょっと思わず涙ぐんでしまいましたけどね。いやいや、よかったですね。この賞を聞いた時にはもう嬉しさいっぱいでした。はい、すごく嬉しかったですね。監督もすごく優しく演技指導していただいたので、最初はちょっとなんか大丈夫かなっていう不安はあったんですけど、とても楽しく撮影ができたし、この作品で賞をいただけたのはすごく嬉しかったです。監督、まあはい、ね、あそこの川端に2人で座って、まあ、漫才でもないんでしょうけれども、まあ、問わず語りでいろいろと若者の思いを、まあ、あと池松君と須田さんと今乗ってる2人、はい、そして彼女をキャスティングしたのはどういうキャスティング、まあ、会った瞬間に、ええ、まあもう、あ、なんだろうこれと、すごいな、あ、綺麗だなと。そうですよね。いや、まあ本当そうなんですよ。ですよね。ただ性格がこう見えて割とザックバランというか、だからギャップが激しいんですね、見かけとの性格とのギャップは。それがやっぱこれ関西で生まれ育ったってのもあるんですかね。そうなんですよね、天王寺ですもんね。そうですね、こんな子が天王寺に歩いてると思うとびっくりしますね。今日は関西弁でちょっと一言ご挨拶したらどうです？なんで急に飽きまへんが。ほんまに監督ありがとうございます。監督やっぱ関西弁の方がナチュラルな感じがしますね。しますね。いやでも池松君と須田さんっていう今乗りに乗ってる俳優さんとのやっぱこう絡みのシーンもありましたけども、その辺はやっぱ緊張しました？あ、そうですね、少し緊張したんですけど、お二人とも優しい方だったのでそんなに緊張することなく、もう柏村さんとして演じさせていただきました。今後どうですか、やっぱり女優としてやっていくこう自信みたいなものとかつきましたか？そうですね、今回このような賞をいただいたことでこう
少し自信になれたかなって思います。監督どうですか、彼女のこれからの可能性、どういうような女優さんに育ってってほしいですか。そうですね、やっぱ小さく収まらずに大きく育ってほしいかな。もう海外とかアメリカとか行っちゃえばいいんですよ ね世界で活躍するような女優になってほしい。 Do you speak English? A little bit. Oh, wow, you speak English. Please go for Hollywood. Yes, it's my dream. It's your dream. ね、そうですって。ハリウッドも視野に置きながらこれから頑張っていただきたいと思います。本当におめでとうございました。おめでとうございました。